皆さんこんにちは。ダウン症は正式名称をダウン症候群と言います。通常人の染色体は1番目から22番目の染色体まではペアになっていますが、ダウン症候群は21番目の染色体が1本多く3本あり、これが原因の疾患です。精子や卵子が作られるときに染色体の不分離が起こることが原因と考えられていますが、この不分離がどうして生じるのかはまだ明らかにはされていません。人種関係なく全ての人に起こりうる現象であると言われています。今回はそんなダウン症の家族、もしくはダウン症の家族がいるという噂がある芸能人、有名人20人を紹介していきたいと思います。一人目は高嶋ちさ子さん。毒舌バイオリニストで有名な彼女のお姉さんがダウン症です。姉の悪口を言う人を片っ端から泣かせてきたんだとか、そういうエピソードを聞くと、高嶋ちさ子さんの毒舌はお姉さんを守る過程で出来上がったのかもしれませんね。お姉さんのダウン症は比較的症状が軽いとのことです。二人目は東織子さん。プロゴルファーで現在は主にタレントとして活躍している東織子さん、俳優の石田純一さんと結婚したことでも話題になりました。東織子さんは第一子を妊娠中に子供がダウン症の可能性があるということを自身のブログで公表していました。結果として生まれた子供はダウン症ではなく、第二子第三子もダウン症ではなかったのですが、高齢出産だったことやブログの内容からダウン症なのではと思っていた人も多かったようです。3人目はアレックス・ラミレスさん。元プロ野球選手で現在は横浜 DeNA ベイスターズの監督を務めるアレックス・ラミレスさん、自身のツイッターにて子供がダウン症であることを公表しています。アレックス・ラミレスさんはダウン症の子供にも真正面から向き合い、とても可愛がっている様子が見て取れます。プロ野球の試合にダウン症の子やその親を招待したりといった活動も行っているそうです。4人目は金子恵美さん。金子さんはもともとパーツモデルとして活躍していたのですが、現在は美容研究家としても有名です。現在2人のお子さんを持つ金子恵美さん、長男を出産した際に肛門が塞がっていたため検査をしたところダウン症が判明したそうです。当時はその事実をなかなか受け入れられなかったそうですが、現在長男である海斗くんはダウン症世界水泳選手権大会にも出場したりと水泳の才能を発揮しています。今ではダウン症ながらも立派に頑張る子供を応援し、親子関係も非常に良好なようです。5人目は松野明美さん。2003年に生まれた松野明美さんの次男がダウン症だということです。明るいキャラクターでそのイメージが崩れるのではないかと初めは公表を控えていたんだとか、しかし2008年に公表し、今では障害にちなんだ多くのテレビ番組に出演されています。ダウン症候群の合併症の一つに心臓病があり、松野明美さんの次男も心臓病を患い手術をしたとのこと。それでも次男はスイミングを始めたりと病と向き合いながら毎日奮闘しているそうです。ちなみにダウン症の人たちがより住みやすい日本にするため、熊本市議会議員から熊本県議会議員にまでなられました。6人目は奥山芳恵さん。2児の母である奥山芳恵さんですが、次男がダウン症だそうです。生まれた時に心臓に穴が開いていたそうで、この手術は成功したもののダウン症であることが判明します。9歳年上の長男空くんがインタビューで残した言葉が印象的です。もしからかわれたら成長がゆっくりで可愛い時期が長いんだって自慢する可愛らしいお子さんですよね。7人目は大瀬良大地さん。広島東洋カープの投手で2014年セリーグ新人王の大瀬良大地さん。大瀬良大地さんの弟がダウン症だそうです。弟に向かってプロになれたよという大瀬良投手に涙した方も多いのではないでしょうか。試合に出るときはいつも弟とハイタッチをし験を担いでいるんだそうです。8人目は流煙愛理さん。流煙愛理さんはもともとはアナウンサーでしたが、2011年に結婚しダウン症の息子ニコちゃんを出産したのをきっかけにして政治家を志すようになったそうです。アメリカのカリフォルニア州に移住してから2013年に長男を出産。出産した後医師にダウン症であってもスポーツもできるし勉強だってできる、
人生を謳歌できるんだよと言われ、ダウン症の子どものためにすぐに専門家が来てくれたそうです。それによって安心して子育てができたんだとか。2016年に放送された番組では、長男がダウン症候群だと明かし、泣き崩れたと当時の心境を語りました。9人目は野田聖子さん。政治家の野田聖子さんは2003年に不妊治療をしていると公表しました。いろいろと治療を行いましたが子宝に恵まれず、2010年に卵子提供をアメリカで受け、2011年に50歳で出産したんですね。50歳といえば超高齢出産にあたり、その影響もあって妊娠中にお腹の子供に肝臓や腎臓に異常があると判明し、出産してからは食道閉鎖症を患っていると分かります。野田さん自身も出産の時に子宮を摘出することになるほど大変だったんだとか。そして生後11ヶ月で7回の手術を行い、障害が残る結果になりました。この時ダウン症候群の疑いがあるとも指摘されましたが、ダウン症というよりは知的障害を持っているそうで、息子さんは青山の特別支援学級に通っているとのことです。10人目は菊池桃子さん。アイドルとして活動してきた菊池桃子さんは1995年にプロゴルファー西川哲さんと結婚しました。96年に長男を、2001年に長女を出産し、世間から大きな祝福を受けたんですね。その後2001年に誕生した長女に障害があると判明し、ダウン症ではと根拠のない憶測が広がります。しかし2015年に放送された番組で菊池桃子さんが長女に障害があると報告、その障害がダウン症なのかどうか明言は避けましたが、手足が不自由な障害者とのこと。障害が分かったのは生後7ヶ月の時だったそうです。小学校に入学したあたりから他の子との差を感じるようになり、なんでみんなと同じようにできないんだと悩んだこともあるそうです。現在は障害を持った人のための活動を行っています。11人目は今井絵理子さん。女性ユニットスピードのボーカルとして活動していた今井絵理子さん、2004年に結婚して同年10月に長男を出産しましたが、この長男に障害があるのではと噂されていました。その障害が何であるか明らかになっていない時点から、根拠不明ながらダウン症だと確定されるような事態に発展したんですね。しかし2008年に放送された24時間テレビで長男が感音性難聴を患っていると発表。子供の障害を知った時、今井さんはどうして歌手の子供なのに耳が聞こえないのとかなりのショックを受けたそうです。一日中泣き続けた日もあったそうですが、耳が聞こえないのも一つの個性と考え、一緒に音楽スタジオを訪れて音楽を楽しむこともあるそうです。そのためダウン症という事実はなかったことになります。12人目は水越恵子さん。歌手として活動している水越恵子さんは、当時知り合ったバンドのメンバーと1986年に結婚し、1992年に長男を出産しています。出産した翌日に医師からダウン症候群であると告げられたとのこと。水越恵子さんは何も悪くはないですが、夫の両親に謝罪をし、その後何が原因か定かではありませんが離婚しました。旦那さんが蒸発してしまったというのです。その後シングルマザーとして長男を育て上げ、現在は音楽やダンスが大好きな青年になっているようです。13人目は五十嵐恵さん。女優の五十嵐恵さんは1983年にカメラマンと結婚し、2人の男の子が誕生しました。結婚してから5年後に夫は癌で他界し、その後はシングルマザーとして子育てに没頭しています。そうした時長男が口蓋裂であると診断されました。その後学習障害が指摘されダウン症と噂されましたが、結果的には違っています。14人目は風見慎吾さん。タレントの風見慎吾さんは1994年に結婚し、96年に長女、03年に次女が誕生しました。2007年1月に長女を交通事故で死亡し、2008年に男の子を妊娠していると判明。しかし念のために行った羊水検査で妊娠5ヶ月目で染色体異常が確認され、ダウン症候群だと診断されます。それでも生まれてくるのを楽しみにしていましたが、妊娠8ヶ月目に心臓が止まっているのが確認されたそうです。
それでも奥さんは最後に母親らしいことをしてやりたいと無痛分娩で出産しています。15人目は大平光代さん。作家の大平光代さんは2006年に結婚し、同年に帝王切開で長女を出産しました。41歳で産んだ長女にはダウン症や心臓病、白血病と診断され闘病生活がスタート。2歳の時でもヨーグルトしか食べられず、4歳になる時でも体重は 10kg しかなかったとのことです。大平光代さんは引っ越しをして環境を整え、なんとか現在も子育てをされたそうですが、お子さんが現在どこで何をされているのかは明かされていません。16人目は山田優さん。俳優の小栗旬さんと結婚し、2014年に第1子を出産した山田優さん。大物芸能人なので子供の情報が世間に出てきても不思議ではありませんが、なぜか何も出てきませんでした。このことから子供がダウン症なのではという噂が流れ、根拠がないのに憶測が SNS などで広まっています。一般人なので世間に子供の情報を公開する必要はありませんから、2人の子供がダウン症という噂はガセだと考えられています。17人目は工藤静香さん。元スマップメンバー木村拓哉さんと結婚した工藤静香さんですが、子供がダウン症ではないかと噂されていました。長野県内の極秘病院でダウン症の治療を受けていたというのが噂の内容です。しかしながら染色体の異常が原因で発症するダウン症は今のところ有効な治療法が見つかっていません。そのため治療のしようがないので、この噂は出どころ不明のガセネタであると分かりますし、現在は2人の娘さんは芸能界でも活躍されていることから完全なガセネタであったことが分かっています。18人目は柏崎桃子さん。柏崎桃子さんは発達障害の息子を持つ芸人です。ダウン症との噂があったのですが、ダウン症ではなく軽度の発達障害があるそうです。日本テレビの番組月曜から夜更かしの街頭インタビューで話題になり、そのインパクトのあるキャラで人気になっています。息子が発達障害であることが分かったのは5歳の時だったそうです。柏崎さんは介護施設を作るのが夢だそうで、介護士の資格も持っています。19人目は船越英一郎さん。船越英一郎さんの子供もダウン症の噂がありましたが、これはドラマの中のことです。たった一つの宝物というドラマの中で船越英一郎さんはダウン症の子供を持つパパ役を演じました。その印象が強くて船越英一郎さんの子供はダウン症という噂が出たのかもしれませんね。また松井和代さんの連れ子はアトピーがひどいと言われていますので、そのイメージからもダウン症の噂が出たのかもしれません。20人目は阿部健太さん。タレントの阿部健太さんは自分自身がダウン症を患っていると告白しています。タレントでありながら IT 企業の総務部で働くサラリーマンの阿部健太さんは運転免許証も取得。本人自らがダウン症を世間に公表するには勇気が必要な部分もありますが、阿部健太さんは新しい一歩を踏み出したんですね。このことから彼の好感度は上がり、テレビで目にすることが増えています。いかがだったでしょうか。ダウン症の家族がいる、もしくはダウン症の家族がいる噂があった20人の芸能人について紹介しました。新生児に最も多い遺伝子疾患とされるダウン症なので、芸能人の子供が発症したとしても不思議ではありません。この病気は症状の現れ方が大きく異なるので、元気に生き続けられる人もいれば生まれる前に亡くなってしまうケースもあります。今後芸能人の中でダウン症の子供が生まれないことを願わずにはいられませんね。本日もご視聴ありがとうございました。